SKD 新装好きだ。 SKD 新装好きだ。新装ちっちゃ、新装ちっちゃ、お尻がでかすぎる人一名トゥトゥルトゥー。なんかそのあの組のイベントとかでさ、なんかタクシーを呼んでいただいたりすることとかがあったりするんだけど、その時にさ、すれ違ったりする痛さとか見ると、え、すっごーと思って、なんか毎回感動すんのよね、なんか芸術と思って。だから普通に痛さ見るの好きなんだよ。うん、だから、ちょっと興奮しちゃうんだよね。うわ、すげえ痛さだっつって。いや、しかもさ、なんか VTuber とかに限らずさ、なんかそういうなんか自分の好きなさ、作品とか推しとかのさ、いたしゃとかじゃん。だから、お前すごいなって、あれをプリントするお金とかすごいかかるだろうしさ、やっぱこだわってレイアウトとかしてるんだろうなって考えたら、マジすごーと思って。ね。そうそう、あんま見ないからこそなんかリアリティがあるっていうか。そうそうそう。ぴょんぴょんのいたしゃ見たら追いかけるよ。あ、タクシーに、あ、すいません、すいません、あれ追ってください、あれ追ってくださいっつって。地の果てまであのタクシーで追いかけますよ。後ろでムービー撮りながら、ウィーンって、あの自宅どこかなっつって。当たり前だろ。ピョコラがいたしゃなの。痛いものって書いて。まあ、それはあるか。当たり前だろ。フェラーリのいたしゃ？やばくない？フェラーリのいたしゃはマジで。えぐ。タクシー内でご飯食べれなくなる。確かに。電車のラッピングとかしたよな。新装組で。なんか VTuber でなかったっけ？なんか電車のラッピングみたいな。ねえ、いたしゃ、やってみたいな。なんか車にさ、あまり、興味がなかったんだけど、いたしゃに関してはめっちゃ、気になるから、ちょっとなんか企画でやってみたいな。ちょっと高すぎか。さすがに経費で出ないか。いたしゃのって高すぎるから。新装組のいたしゃ作ってよ、出ます。新装組し、いたしゃ作って、お願い。宣伝になるじゃん。走らせるだけで宣伝になるじゃん。新装組いたしゃ作ろうよ、出ます。お願いだよ。企画で作ろうよ。そう、バニラみたいなトラックもいいよね。いいじゃねえ。でっかいトラックで、新装組のさ、広告乗せてさ、ちょっと新しい曲つけてさ、SKD、新装好きだ。SKD、新装好きだ。新装ちっちゃ、新装ちっちゃ。お尻がでかすぎる人、一名、トゥトゥル、トゥトゥとか言ってさ、流しながら、爆音で。走り回りたいね、その辺。センスあるだろ。101センチ。あ、そうじゃん。セバスの求人も同時にできる。え、どう？よくない？トラックでさ、セバスの求人も一緒にできるから。審査、高収入。審査、高収入。セバスの審査、高収入。新装めちゃくちゃ高収入。めっちゃいいじゃん。新装セバスは高収入。いいね。アットホームな職場です。いいぞ、訴えられないだろ、いいじゃん。SKD 新装好きだ。SKD新装好きだ。新装ちっちゃ、新装ちっちゃ。お尻がでかすぎる人一名トゥトゥル。